愛媛県佐田岬と大分県関崎に挟まれる、方与海峡方与海峡手前が、関崎で左手奥が、佐田岬。右手の島は、高島方予海峡は、大分県大分市の関崎と愛媛県伊方町の佐田、岬によって挟まれる海峡。早水瀬戸とも呼ばれる。海峡の両側に位置する大分県及び、愛媛県の旧国名である、文後国及び、 伊予国から一時ずつ取って、法余海峡と呼ばれる。文後水道の中で水路が最も狭い部分で、伊予灘との境界にあたる。海峡幅は約1 4トル最大水深は約1 9 5メートル日本最大の断層である中央構造線が走る。佐賀の関港と山気港の間に、国道94フェリーが運行されている。 豊魚海峡は工業場として知られており、潮流が早いことから、獲れる魚は身が引き締まり脂が乗っており、市場での評価が高い。特に、佐賀の関港に水揚げされる味と、サバは、魚自体の品質の高さに、魚を痛めない一本釣りの漁法や面会、池締めによる鮮度法事、厳格な品質管理が相まって、ア味、貫サバとして、 全国的に有名な高級魚のブランドとなっている。なお、三崎川で水揚げされたアジやサバは、三崎アジ、三崎サバと呼ばれ、より安価で取引される。古事記や日本書記においては、神武天皇が統制の途上で、即休門を通った時に、国つかみのシーネズビコが現れて、航路を案内したとの記載があり、この即休門が、宝余海峡のことであると考えられている。 ただし、日本初期では経路に地理的整合性があるものの、古事記では九州を出て、キビ国の高島宮に滞在した後に、即旧門を通ったとされており、整合性を欠く。佐賀の席にはシーネズビコを祭るシーネズヒ神社が残っている。豊予海峡は太平洋新国の畜上に位置しており、四国、九州間を連絡する架橋や海底トンネルなどの交通路の建設が、 構想されている。特に1980年代末頃を中心とした一時期、愛媛、大分両県によって、宝予海峡トンネルの建設構想が明示され、テレビで特別番組が放送されたことがあった。また、海底地質も一部調査された。四国新幹線を建設し、九州側の九州横断新幹線と直通運行する計画もある。しかし、 日本国政府や両県の財政事情、海峡付近の地質構造が障害となり、この構造は棚上げ状態となったままである。広瀬勝貞大分県知事は、就任直後の2003年4月に、法余海峡ルートの事業見直しを明言し、事実上の凍結を表明した。これを受けて、愛媛県側でも、推進事業が縮小された。ありがとうございます。